Today's guest.は12時を回りました。軽井沢駅爽やかハット2階メインスタジオから生放送でお送りしています軽井沢ビューティフルサンデー。この時間は今日の軽井沢人のコーナーです。軽井沢にゆかりの深い方々をお迎えして様々なお話を伺うコーナーですが、今日スタジオにお招きしたのはですね、久々に軽井沢の別荘においでになったと表現すればよろしいでしょうか。帰国されて軽井沢にいらしてます、作曲家でピアニストで歌手で抽象画家でもいらっしゃる牧直美さんにおいでいただきました。直美さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。こちらこそ。だいぶ海外長いですけれども、今回は久々の帰国になりますか？そうですね、年に2回ぐらいは帰ってきてたんですが、今回はいつもと違って20年ぶりに日本に引っ越しということで。そうですか、はい、戻りました。じゃあ何でしょう、はい、帰国おめでとうございますみたいな感じでしょうか？はい、ありがとうございます。そうなんです、だいぶ海外長いですもんね。そうですね、もう渡り渡ってこういろんな国を、いや、すごいですが、とうとう20年後にこうして戻ってまいりまして。なるほど、最初ニューヨーク。そうですね、ニューヨークが3年半あって、そしてその後ロンドンが7年間ありまして、その後が今度はサウスコリアのソウルですね、韓国のソウルに4年間、そして最終的に5年半モスクワで の時を過ごしまして、そして戻ってまいりました。なるほど、じゃあ結構軽井沢にいらっしゃる確率も高くなってきましたか？もう実はここが私たちの対の住処でございまして、世界にただ一つここだけなんですね。ですのでこちらに引っ越し荷物がもうたくさん届きまして、まだ整理ができてない状態なんですけれど。でもちょっとワクワクな春ですね。まあ本当にこれから訪れる春、軽井沢の春、それから桜を楽しみですね。なるほど、そして牧さんはやはりこう海外で、いろいろな文化的な、発信もされて、いろんなところで のコンサート活動、それから展覧会、かなり重ねていらっしゃいますけれども、それぞれの、国と日本の文化のこう融合みたいな、やっぱりそういった架け橋の役目をされてこられたですね、いやもうそんな大層なことはできなかったですけれども、でもやはりその国々に行きますと、やはり日本のことを大変愛している方から興味を持っている方もいらっしゃいますし、コンサートですとか個展のたびにやはり日本のテーマというものは常にこう私の中にありましたので、発表はしてきました、発信してきたといえばそうですね、それぞれの、その場所の伝統の文化を、はい、コラボレーションさせてこられたというのも大きなところじゃないですか？そうですね、意識しているわけじゃないんですけども、私の場合その国々に行きますと本当に音楽やその絵でいろいろと自分の知らないところでたくさん影響を受けていて、自然にそういうことになっていくようで、そういうところありますね。なるほど、そしてそれぞれの国での国での大きなコンサート、はい、それから発表の場などもたくさんCD なども出されましてご活躍、されてますけども、はい、やはりモスクワの滞在が長かったってことになりますか？そうですね、イギリスが7年というのは一番長かったんですが、はい、その次にモスクワが5年半ということで長かったですね。でその期間中にですね、ご自身も発表などもされてこられましたけど、やはり東日本大震災の後にだいぶチャリティー関係の大きな、イベントといいますかコンサートといいますか手掛けてらしたということになるんでしょうか？私が手掛けたというよりも本当にその自然発生的にですね、やはり日本人コミュニティというのが、例えばイギリスなんかに比べますとモスクワは小さいんですけれども、その中でも有志が集まって何か本当に素人だけれどもみんなが集まって何かしようしなくちゃいられないような気持ちが、外国にいますと余計にね、いろんな思いが募りますし、何も日本でできないわけですので、そんなことから、いろいろな方が集まってきて自然発生的にやろうということになって、それがずっと続いておりますね。ですからもう大きなその津波の涙というイベントは、
2014年も行われまして、そうですね、続いてますが、それぞれご活躍の皆さんが堀町劇場の方でしたりとか、いろんなご協力があってということですね。まあそういった、書道家であったり、そういった芸術家であったりとか、モスクワでも活躍されている方たちがとにかく集まって、それからあとは本当に駐在のね、方たち、日本企業を背負って外国に出てる、モスクワに出てるそういう奥様たちとかご主人様もいろんな形でサポートしてくださいましてね。それでこの津波の涙っていうもの自体は、もともと陸前高田の高田市の写真家の上田聡さんっていう方がもともと作りまして、そして自分のお母様を亡くされて、それでその2年間ずっと写真を撮り続けて、震災後のその世界をもっともっと多くの人に知ってほしいということで、世界各国で個展をなさったりして、その片腕といいますか、その方がたまたまモスクワにもいらっしゃいまして、その方と一緒に、とにかくあと書道家の方と一緒に立ち上げたんですね。それで毎年でモスクワ の 国立の博物館がやっております施設で行うことができたんですね。やはり皆さんモスクワのロシアの方々も日本文化に関してその日本語での合唱に参加されたりですね、あとは剣舞をご披露される方ですとか、はい、やはり東日本大震災という、そういったものがあったんですが、お心を寄せる皆さんのこうあったかさみたいなのが伝わるイベントになってきているようですね。 ありがとうございます。実は本当にこれは住んでみなければわからないんですが、ロシアの方たちは日本を本当に好きなんですね。愛してくださってる、で尊敬にも近い眼差しも感じるっていうところで、それはいろいろなその日本の製品の技術、その完成度の高さとかクオリティの高さ、そういうこともあるし、それから実は例えば俳句ですとか、そういった日本の文学とかっていうものが社会主義の時代の前からでもですね、大変浸透してるんですね。それで毎年俳句大会なんていうのがありますし、全国的に行われて、で実はこの14年の時にはですね、2014年の時は俳句を公募させていただきました。それでロシア各地からもう津々浦々から100点ほどの作品が集まりまして、100作ですね。それでその中から私と何人かで選ばさせていただいて、でその俳句に合わせて書家がライブでその字を書きまして、そしてそこに私は即興で音楽をつけて、そういうことをさせていただいてね、それでもうロシア遠いところからも送ってきますが、本当遠いわけですから、その来れない方もいらした。でその入賞者の方にはビデオにしてそれをお送りして、もう本当にそれを喜ばれて、自分の作詞、詞を作った俳句が立体になってきたというね。なるほど、そんなこともしたりしましたね。ですから書道という、字になって、さらに音楽になって、空間になって、そうですね、すごいことですよね。本当にいろんな意味でとにかく日本というものは浸透してますね。それからとにかくカフェからチャイニーズ、中国料理のレストラン、フランス料理、イタリア料理、すべての飲食業のお店にはお寿司のメニューがあるんです。あ、そうなんですか。日本の日じゃないんですもん。そうなんですね、はい、それほどお寿司がお好きで、それから武道も好き、それは、もしかしたらプーチンさんが、そうかな、なるほど、彼もね素晴らしい武道家でいらっしゃるんですけれども、そういう影響もあるのが、とにかく昔々から、それこそ江戸の時代からだと思うんですが、信仰がね、はい、信仰があって、はい、武道のその流通というのはすごいんですね。でその津波の涙というイベントも続いてますし、はい、モスクワでのいろいろなコンサートですとか、展覧会、ご自身 の, その、即興で曲をつけられる、歌われるっていう、そういった、音楽活動もされますけれども、実際にこ の, 絵にされるという、インスタレーションのような絵を、作られてるのも、個展っていうのも何回も大きなところでやってらっしゃいますよね。そうですね、大変ありがたいことに後半ですね、4年目ぐらいからですか、モスクワの生活、モスクワの生活の中で生まれた作品が出てきまして、それでいろいろな方が、展示をしたいということでね、最終的には一番最後国を出る前は国立のモスクワ東洋美術館で
個展をさせていただきまして、オリエンタルアート美術館、そうですね、素晴らしいコレクションがあるんですけど ね、はい、その美術館自体が、そこではいろいろなやっぱりロシアにちなんだ作品を展示させていただいて、大変、表現としては珍しい技法を使われるんですか？私の場合であれなんですね、そのキャンバスの布をですね、実はそのお洋服の布地で、好きな布地がありまして、洋服のための布地なんですが、その生地を買ってきて、そしてキャンバスにして、そこの上に描くという、そういうことをしてるんですけども、それが麻地にですね、金糸とか銀糸の糸の通った生地なんですね。で、なんか私が考えるに、何かその障子をちょっと障子とも近いような、要するに照明がなくても、その一日の太陽の傾きによって光線が変わるわけですけど、それが大変美しく生きてくるような、そんな素材なんですね。光を取り込むような素材なんですが、そこに書いておりまして、やはり具象ではなくて抽象画という表現になりますが、はい、いろいろなこう、試作的なタイトルがついてますけれども、作品はいろいろこう湧き出るものをぶつけていくみたいな感じなんでしょうか？そうですね、なんかそれこそ瞬間の中に永遠性があるような感覚がありましてね、その瞬間をパッと掴んで、そこのキャンバスにそれを投影するというか、なんかこう私が意図を持ってこういうものを描きたいと思って描いてる、そういう絵ではないんですね。そういう瞬間を捉えてっていうような抽象的な表現ですけれども、そういうのが一番近いかなと。でもご覧になった方は、なるほどって分かる表現のされ方だと思うんですが、こうそういった場合に、これで仕上がった、出来上がりっていう瞬間はどこにあるんですか？これがね、不思議なものでね、なんかパッと自分の中でこれ以上はないっていう、何かこう指令のように来るんですね。もう入れちゃいけないっていうような、それは決まりがあるんです、決まる時があるんですね。そしたらもうそれ以上は逆らないと、逆らわないようにして。なるほど、そういった画家という側面もありになって、あとは、歌い手としての、歌手としての側面もあり、さらにいろんな活動もされて、作曲もされてということになりますが、この2014年の時ですかね、はい、津波の涙の時に、いろは歌、はい、いろはに、オリジナルで作ってらっしゃいますけれども、あれはまた、東日本大震災に触発されてというオリジナルだったんですか？そうですね、やはり何か自分の中で何かにこの気持ちをね、音にしてっていうところで、いろは歌の死が大変迫ってきたというか、改めて12世紀のからずっと歌い継がれる言葉ですね、その美しさとその深さと、それで何かここに詩を、この詩に音をつけたいなということで作曲したものなんですけど。なるほど、さまざまなこう、ライブパフォーマンスっていうか、いろんなこうインスタレーション的なこう声のライブパフォーマンスもされてますが、ロシアの哲学の方ですか、音声哲学の方、お二人で、すごい美術館みたいなところで、とても不思議な空間が出来上がるような、なんて言えばいいでしょう、ああいうパフォーマンスもされますね。そう、あれはちょっと珍しいことかもしれない。なんて言うんですか、もともと人間はお母さんの子宮の中に行って、で、時に人間の一番最初の感覚、そして最後の感覚というのは聴覚ですね。ああ、なるほど。で、その子宮の中にいるときに、すでにもう赤ちゃんの頭脳の中では聴覚を通して、その空間っていうものが、完全に捉えられている。どういう深さのところで、どんなところにお母さんが立ってるかっていうのは、自動制御のように、コンピューターのように分かっている。で、そういう技術を使って、今度は原始時代になると、洞窟の中で壁画を描いた人たちは、真っ暗闇の中で毎回その場所にたどり着くためには、何をしたかというと、お母さんの子宮の中に行った時と同じように声をあって出して、その帰りを聞くことによって、その深さとか前に落とし穴があるとか、そういうものを察知して、その壁画まで行って描き続けた。で、その壁画というのは、その洞窟の中で一番残響のあるところなんですね。だから、それを結局声を工具のようにして使って、聞いて、そしてそのだから、その私たちのみんなそれぞれに持つこの声帯っていうのは、ただ声を出すじゃなくて、いろんな意味が、私たちがここまで来る道のりの中では役目があったわけですよね。
まあ、そういうところに立ち戻って、あれは本当に全くあの大理石の建物の残響の中で、まあ、洞窟の中じゃないですけれども、人間の声の波動というか、その人間の声がどういうふうに心や精神に影響するしているのかってことを改めて感じたいっていう意味でね、ああいう録音したんですけれども、YouTube などで拝見もできるんですけれども、はい、イエゴール・レズニコフさんという方は、ね、あの古代宗教音楽家で、うん、音声人類学者で哲学者でいらっしゃる。それでね、数学者でもある。ちょっとピタゴラスのようなね、現代のピタゴラスのような方ですね。パリ大学の教授でいらっしゃるんですけれども、あのやはりこの方のそのはもう今人類 の, あの今の時代に残る本当に昔からある戦法ですとか戦術から人間がもともと持っているあの、まあ、音声っていうものが、まあ、今お話ししたように洞窟と関係してとか、そういうことを打ち立てて全部研究してあの調査をして世界に打ち立ててる方なんですね。で、ご自分が演奏家でもあって、ですので今回その YouTube に、まあ、載ってますけど、そこでの録音っていうのは私は日本の清本武士から始まるんですね。あ、清本の花形という美しいメロディーから始まる、はい、そしてそこからメドレーで結局彼とコラボレーションしながら、あの人間の世界史上一番古い完全な楽譜というのが紀元前、まあ、1世紀か2世紀に作られたものと言われているんですが、トルコのアイデンというところにあの石碑として残った、刻まれて残ったんですね、うん、それが世界最古の完全な楽譜、人間の作った音楽ということなんです、はい、その曲に移行していきます。あ、そう、そういう進行なんですね。そうなんですね、遥かなる世界なんですが、でも何かあれは、ね、あの皆さんご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。あのずっと不思議な世界に引き込まれていく感じ、あの、音がこう組み立てられていくのがすごくこう分かるような不思議な感じですよね。あ、うん、まあ、だから極端に言えばあの感覚っていうのはお母さんの子宮の中に胎内にいた時 の, あの私たちの感覚かもしれないですね。ああいう自然の残響の中で、あの2つのボイスによるコラボレーションの試みというもので、ロシア国立伝統美術工芸博物館というところ、ね、そうですね、録音されたんですね。そうですね、うん、まあ、あのそんなあの活動もされてるんですが、軽井沢に、おいでになってですね、あの今回またあの桜をご覧にナタリア・ムラドバさんが軽井沢にいらっしゃるっていうお話ですが、はい、このムラドバさんもかなりあのすごい方ですよね。いや、この方はね、たまたま向こうで私は出会えたんで かなりすごい方ですね。すごいです。あの軽井沢来ちゃうです、ね、そうなんですね、はい、軽井沢に来られるっていう、この方はですね、はい、あのとにかくあのクレムリンという皆さんご存知でしょうか、大統領府のクレムリン宮殿、はい、その、まあ、要するに首相官邸のようなものなんですが、うんうん、そこにはもう彼女の輝くばかりの作品がですね、あの散りばめられておりまして、はい、それ以外にもあのロシア連邦最高裁判所のタペストリーとか壁画、それからあのオペラハウスとか劇場のどんちょう、あの幕ですね、どんちょうです、そういうものも作られてて、はい、あの大変重要な素晴らしい活躍をなさっている芸術家でいらして、まあ、画家でありながらもありますし、それからあの要するにテキスタイル あのゴブラン織ですとか刺繍、それから染色、キルト、パッチワーク、とにかくその布における全ての技術を習得されて、縦横にそれを使って独特なあの作品を作られる方なんですね。ナミさんのお友達、たまたま向こうで出会いましてね、まあ、あるあの写真家を介してあの彼女のアトリエに行ってみないかということで、まあ、とにかくお誘いを受けて行ったんですね。で、まあ気さくで、こんなすごい方とは考えられないような気さくな素敵な女性 でその後私の個展にも来てくださって、そしたら彼女やっぱり布 を常に対峙して布と何か作ってきている方ですの で私の絵がたまたまその、ね、お洋服の布地に描いてるというのは、はい、本当にロシアではいないんですね、そういう画家というのは。なるほど、とっても何か近いものを感じるとおっしゃってくださって、ああそういう、うん、まあ、そんなところから友好が友情が生まれましてね。で、今度とにかく軽井沢に来てしまうというので、まあ、私はお呼びしたんですけれども、あの、で、あの、4月の26日、5日なんですね。ですね、ええ、
25日土曜日だ、はいはい、25日土曜日軽井沢千ヶ滝 の、 あの表彰庵で、コンサートとその、村田さんの作品も拝見できる。そうなんですね。持ってこられますか。今あのモスクワで彼女はちょっと用意をして仕込みをしてくださっておりまして、まあ、彼女の作品をお持ちくださるということで、本当にこれは1日限りの、ね、展示となるんですけれども、私の、まあ、コンサート、そしてそこに彼女の絵とそれからそのテキスタイルの作品を飾って、まあ、私にも少々それからまた私の父でやはり画家で、まあ、テノールであります父の作品もちょっと飾りまして、なんだかすごいことになってくるんですけれども、すごいフェスティバルになっちゃいますね。はい、お父様の方は美術館ありますもんね。コレクターの方が常設をするために作ってくださったところが伊豆の方にございますけれども、牧徹さんの、はい、美術館も終わりですけれども、でじゃあお父様の絵もありで、南部さんの絵もありで、はい、さらに村戸さんの作品も並ぶ。そうですね、そこでコンサートもしちゃうそれは、はい、ゴージャスな、なんかね、ありがたいことにこれ本当にきちんと企画しようと思ったら大変なことなんですが、どうもこういったね、軽井沢という土地でこの FM 東京じゃない、ごめんなさい、 FM 軽井沢ですね、こちらはねじゃないですけども、なんか本当にこう思ったことがパッと実現して、そのできるこの場というのがなんかね、大変素晴らしいなと思いますね。すぐに実現できる思いと動機があると。軽井沢は割とこうそうですよね、全体的にいろんなイベントにしても、じっくり寝る大きなものはありますけど、瞬発力というか、うちもこの放送局も瞬発力が、いやそれがまた宮尾さんのもとね元で本当素晴らしく生きているのを拝聴してるんですけれども、これは素晴らしいことだなと思って、実験的なこともね、パッと足を踏み入れることが一歩できるというのはなんかありがたいなと、今回も本当にそういうことなんですけれども。なるほど、軽井沢表彰庵でなんとそんな素敵なコラボレーションが実現しちゃう。で村戸さんは桜を見に行っちゃおうかなみたいな。そう、もうちゃんと軽井沢にやっぱり合わせてきてちょうどですね25日って多分ねその辺ですもんね。そうですよね、そうですね、日本とロシアの親和和親条約が結ばれて160周年。そうなんですよ、実はね、ですので、本当に小さな歩みかもしれませんし、これは草の根のレベルのことかもしれないけれども、本当に人間と人間が、こうしたたまたま音楽や絵を介して心と心で触れ合うロシアの文化、日本の、日本人とねっていう場になってくれればいいなと念じてるんですけれども。なるほど、なんか軽井沢らしい、この大変ゴージャスな1日限りっていうこの本当ゴージャスですね。本当に最初の一歩ですので、これからまた次をいろいろね展開を考えられればそれは素晴らしいんですけれども、いろんな方とのコラボ楽しそうですねって、私が言うのもなんですけども、いろんな方とのこうコラボレーションでの何でしょう、こうインスタレーションというか、インプロビゼーションというか、直美さんの場合相乗効果ですごくいろんなもの出てきますもんね変な言い方ですね。いやとんでもないですでもやっぱりね、これは本当にやっぱり音楽であっても絵であっても人との関わりというか、人の目とか心とね、実はその連関していくわけですので、やっぱり本当に敷居の低いところでみんなで分かち合ったり考えたり楽しんだりするってことは大事だなと思いますし、そういう場を作っていければと思いますけれどもね。なるほど、ぜひ皆さんいかがでしょうか。ですから村戸場さんが軽井沢やってきますので、このコンサートの折にはですね、ちょっとお茶が出たりもするようですから、直美さんのお話、そしてお父様のお話、村戸場さんを囲んで、村戸場さんの通訳は直美さんしていただける。いやそれがですね、その息子さんが日本に帰化されてるぐらいの日本の本当にもう魂を持った方で、美しい日本語をおしゃべりになる、日本に住んでらっしゃる方なんですね、息子さんが、はい、ですから村戸場さんの作品にはたくさん日本の西陣的なものとか絞りとか、そういったものがたくさん点在して出てくるんですね。
あのですので、その息子さんにあのお願いしたいなと思います。なるほど、はい、分かりました。こちらまだお予約というかお問い合わせ大丈夫ですか？まだ大丈夫ですね。じゃあぜひ皆さんお問い合わせください。4月25日土曜日です。2時会場2時半開演で、コンサート、そして懇親会も予定されております。参加費は4500円となっております。こちらは千ヶ滝中ほどちょっと奥まったところのですね、伝統のあるあの氷彫庵です。お電話番号 0267-45-5592 0267-45-5592 です。でこの時間は、軽井沢に、いやいや日本に帰国されました牧直美さんにおいでいただいてますが、じゃあ、最後に FM カルチャーリスナーの皆様に一言メッセージもどうぞ。はい、あのこれから美しい春がやってきますね。花にあふれて今も新緑が本当に少しずつあの芽生えてきて美しい時ですね。新しい命とエネルギーに満ちあふれてくる時だと思います。本当に今世界も世の中もいろんなことがありますけれども、あのどうぞどうぞ皆さん明るいエネルギー、この自然とともにあの前に進んで歩いていっていただければと思います。私も頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。わかりましたじゃあもう日本にいらっしゃるので軽井沢愛乃さん、また貴重なお話を伺うお時間いただければと思いますので、ありがとうございます。よろしくお願いいたします、はい、では一曲お送りしますが、こちらは、牧徹さんとそれから直美さんのコラボレーションでしょうか。まあ、これデュエット曲として私が作曲しました。あの、まあ、父はテノールですので、父の声と私の声、そして、まあ、私が作曲して、実は母が作詞をしまして、あのずっと歌い継いできている曲なんですね。あの未来に希望を持って本当にあの明るくいろいろなことがあるけど進んでいこうというそういう曲なんですけれども。25日は演奏予定、これ父と演奏します。あ、素敵だ。今練習してます、はい、じゃあ皆さんこちらもお楽しみに。直美さん今日はありがとうございました。 ありがとうございました。イコールでセビアンジーアモーレ、いつしか時は流れても、溢れる涙が悲しい、せめてもう一度だけよみがえれアモーレ、渚にあふれる海のように私たちの愛は消えないの。私の道があるとあなたに告げたのに、生きることが辛くてただ一人暗い街を歩いていた。そうよ、遥かな道を共に歩む夢を見たわ。白いハートが舞うように幸せを